昭和23年9月の20日に、はい、山口県のなんとかっていうところで生まれたらしいんだけど、はい、実際に行ったこともないし、物心ついた頃に長崎県の炭鉱島で端島っていうところがあって、あそこに入ったのが9つぐらいの時だと思うんだよね。あそこでだから小学1年生から入って、はい、まあ7、8年ぐらいしかいなかったんだけどね。当時うちの親父は台湾引き上げない、はい、それで日本に帰ってた時に仕事がなくて、なるほど、もともとは本籍っていうのは鹿児島ない、あ、両方うちの親父もおふくろの方も鹿児島の人間。親父がやっぱり帰国引き上げなんで、はい、なんていうのかな、あちこちらに仕事を求めてこう行って、うんうんうん、それで最終的に落ち着いたのが、はい、長崎の軍艦島。その時に、まあ、小学校の上がってからの、はい、あれが大体思い出があるっていうか、はい、それから物心ついた頃になったから、うん、まあ端島に着いた頃のやつが、だからその前の記憶っていうのはもう全然ない。当時移住、サーファー移住歴から言うと第15次になる。留学1年終わってこちらに来たから、だからその代わり1年仕事で、仕事っていうかもう、はい、当時いろいろなことで、うん、で、学校に行ったのは三番言葉学校に行ったらその次の年かなんだけど、ああ、なるほど。でまあ中退だね僕は。で家の方が大変だったんで、私は専業に、うんうん、家の農業館、あ、まずはお家のお手伝いをと。そうそう、当時おふくろと私と親父、はい、親父はねその頃からもう体が弱くて、いつも喘息気味だった、はい、あんまりその働くことができなかった。私とおふくろでやって、うん、まだ弟は細かったし、姉は、うんうん、当時中央センターっていうところで、要するにご飯なんか炊いてこうあれする寮、うんうんうん、学校の寮とかね、そういうところ給食センターみたいな感じですかね。そうそうそう、最初にの年に六丁部の開墾して、はい、開墾っていうよりも、はい、焼き畑をね、原子林もそれこそ30メーターぐらいの僕をこう切って、はい、伐採して、米作りだね。お米を作ってらっしゃったんです。で、当時変動制だったんで、はい、お米がたくさんあると値段がどんどん下がる。ああ、なるほどなるほど。だからそのたくさん作っても値段が安い時に売っちゃうとお金全然ならないっていう、資金的なあれがないから、なるほど、できたらすぐもう売っちゃって生活にしてっていう。なるほど。それをそのお金のある人はキープしてて、うん、高くなったら売るとこすって、そういうことであんまりそのいい生活じゃなかった。まあ、もう一つはね、はい、うちの親父がそういうことで、はい、楽なことをしたいと思ってあそこでお店やったんだ。だけどそのお店も失敗したんだ。それでその仕入れ先から、はい、なんていうのかな、二重取りされた、取られたっていうか支払い取らせてくれるんやっていう、しょうがないから2年分の収穫の米をそっちに回して、はい、こっちにはもう全然入って、だから厳しい生活をしてて、うん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 、まあ大なり小なり当時いた移住者はね、みんなそうだったんじゃないかな、まあ、その商売をして二重取りをされたってことじゃなくて、はい、サンファン の僕らがいたとこは、はい、長崎区って昔言ってたんで、まあ、そこに大体5年ほどいたから、僕らが来て2年ぐらいしてから、はい、5年前に来ました、6年前に来ましたっていう人と、はい、生活が変わってないんだよ。
例えば5年前に来た人はもうこんなになってるって言えばさ、うんうんうん、先がよし希望が頑張ろうって、うんうん、希望が見えるじゃん。はい、もうこれは10年いても同じかもしれんなと思って。でうちは私はもうこんなとこにクロイスト料理はもう選択するに行って、はい、あの日雇いじゃないけどあのアルバイト臨時雇いかな、はい、で通信関係の日本企業の工事に入って、はい、3ヶ月ぐらい仕事したんだけど電話の常設工事っていう局内あの電話局の中の仕事でやってて、はい、であのそこにいる間にあのサンタクロースの友達っていうか知り合いとか何とかで、はい、でいろいろこう話してるうちに、はい、あのもうそこに30年ぐらい住んでる沖縄の方と親しくなって、はい、じゃあうちが土地貸してあげるから家族でおいでって言って、うん、サンファに帰ってまとめて出てきたんですよ。あのね、はい、サンタクロース最初にやったのがね、はい、野菜作り畑にいろんな日本でいうレタスとかトマトとか市場に売りに行って、はい、それで生活してたんだけど、やっぱりこのあの時期的なことがあって、うん、雨がよく降ればよくできるから、そこはもう年中暖かいと思う。うん、一番問題は水不足っていうか、水が要するにあの私らが入ったところは砂地でね、はい、砂地水の補給があんまり良くなくて、うん、井戸はあったんだけどそんなに大した井戸じゃなくて、はい、まあ、そこで1年ぐらいいたんだけど結局その良くなくて、はい、で次はあのスナック関係だね、はい、スナック関係でお店開いて、で資金も借りてやったんだけど、はい、まあそれも結局2年ぐらいで終わっちゃったのかな。それからどうしようかって言って、はい、今度はスナックじゃなくて食堂をやり始める、あの こちらの私と相手の、はい、あボリビアのボリビア人向けの食事を作ってそれで出てきたんだけど、はい、それも3年ぐらいやったのかな。その後に何をしたかって言うとね、はい、家族でおたふくもね、おたふく豆を油にあげて今販売したりさ、あいいですね、まあ、それは結構なんとかこう、うんうん、言ってたんで、でその間に他の県で僕はブラジルに行っちゃった。ブラジルに2年半ぐらい行ってた。まあ友達と出て行ったんだけど、はい、で日系の会社にいてそこで仕事してて、前にサンタクロースで働いてた時にこっちやってた方が僕に手紙をくれたんよ、ブラジルまで、はい、でまた仕事に来たからお前手伝いに帰ってこいって、うんうんうん、後のことは面倒見るよから帰ってこいって言って、はい、それで70年だったかな、70年の末ぐらいに帰ってきて、はい、でサンタクロースにおふくろのとこに1週間ぐらい滞在してラパスに来て、はい、それでラパスの仕事を2年ぐらいだったかな、電話工事の局内の方の仕事で、はい、2年ぐらい終わって、それでその後に沖便器の、はい、ここに駐在事務所って、うん、で駐在事務所を雇いで、はい、沖電機で仕事する。私は新米だから小遣いみたいにいろいろさせられたと、はい、当時まだ若かったから、それからずっとだから24、5年働いたのかな、まあ、だから会社辞めて自分で代理店やって、はい、その後に自分なり の仕事して、はい、でもう先が電話関係はもう先が見えてるから、うん、商売以外だと思って、なるほど、このここにある土地をもらったんや、女房の親たちから、道路があって、はい、この大道路があって、この建物がね、はい、7メートルぐらい7メートル高いところにこう
ジャンボ機で全部を下ろして、下まで下げて、それから建物建てる、もう元はホテルをしようということで、そういうふうな作りにしちゃったの、それで一番ホテルを。で、15年、16年やって、それでまあ息子が亡くなったのもあるんだけど、うちの娘2人いるんだけど、ホテルやりたくないって、もう閉めやつって、閉めた。まだ問い合わせあるのよ、安くで止めてもいいよということで、その代わり昔みたいなサービスじゃないけど、まあ安心して泊まれるけどって。